僕実家帰ってたんですけど、ね、なんか、ね、僕時期に、自分の個人で持ってるマイクロ法人から給料を出してるんですよ、父に。まあ、少額ですけどね。で、出してて、ただ1回で振り込んじゃったら、全部すぐ使っちゃうから、月2回に分けて振り込んでるんですよ。月初の方と月末付近の方と。で、2回に分けてるんですけど、4日、先週末、なんか3日と4日を勘違いしてたみたいで、父がまだ3日だと思ってたみたいでね。で、母に、母と喋ってる中で、今日4日で週末金曜日だから、あ、振り込まれてるって言ってたらしいんですよ、母との会話で。で、振り込まれてるって気づいたから、気づいた途端、もう10分後には家からいませんわ。はい。もう行き先は決まってますね。で、全部使ってきちゃったみたいで。で、翌々日ぐらいで、おーい、ちょっとすまんけど、2万ほど貸してくれーって書いて、ってお父さんもう、今から振り込まれてるんじゃないのって書いて、全部使っちまっただ。5000円